はい、こんにちは、たけチャンネルです。あ、なんかアホ毛がごめんなさい、昨日ね、散髪行こうと思ったんですけどね、連休前ってことで、散髪屋さんが満員でした。なのでちょっと髪の毛まだボッサボサの暑苦しいままなんですけれども、今回は、こちらですね、アシェットの、週刊宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち、アンドロメダを作るですね、こちらの、20号をやっていこうと思います。はい、ヤマトから数えると130号になるんですけれども、こちらの作業をやっていこうと思います。で、今回の作業では、ドーンと、ここまで組んできた、波動砲から艦首の部品が全部合体する形になります。なのでちょっとね、作業がかなり多いのでちょっと動画長くなってしまうんですけれども、あちこちね、気を注意しながらやっていかないといけない部分っていうのが非常に多いので、なるべく分かりやすく、説明しながらやっていこうと思いますので、よかったら最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは作業をやっていきましょう。で、入ってる部品はこんな感じで、この、艦首の上下のパネルですね、あっと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 、危ない危ない危ない、上下のパネルになります。で、こっち側はダイキャストで、こっち側はプラになってますね。プラの成型色ですね、になってます。まあここはね、上に多分甲板とかがね、ドカーンと乗っかるんで、多分外からはほぼ見えない部分になるので、ここがプラスチックになっております。はい、であとまあこういう接続部品関係と、あと LED ですね、 LED が3本、長いのが2本と短いのが1本入ってます。であと、まあ、ビス類とか、あと結束バンドとか、いろいろ入ってるので、早速作業の方をやっていきましょう。でビスがね、いっぱい入っとるんですよ。ビスがいっぱい入ってるんで、どれが何のビスかをね、ちゃんと確認しながらやらないとダメですね。はい、というわけで早速やっていきましょう。で、まずステップ1、 LED の取り付けということなので、LED を出してあげるんですが、長いやつ2本をまず出してあげます。長いやつ2本を出してあげて、で、このパーツの、この2箇所ですね、この2箇所にこの LED を、そのまま差し込む。ここはね、クリアパーツとかつかずに、そのまま差し込む形みたいですね。このままズボッと2本差し込んであげたら、ここを押さえるパーツ、このパーツですね、このパーツで、この LED を抜けないように押さえてあげる。で、押さえてあげたら、この一番いっぱい入ってるビス、130の17っていうビスになるんですけど、このビスを使って締めていきます。こういう形、こういう形でちゃんと押さえてあげる形で取り付けてあげます。で、これをつけたら、この今つけた LED の配線にこの SL のシールを貼っておきます。これね、説明書だとね、この配線がね、真っ白で書かれてるんでね、ちょっと勘違いしてしまいやすいんですけども、ここは赤黒の配線になっております。こと
こんな感じで貼っておきます。で次に、ちょっと短い方のこの LED、この短い方の LED も出してきて、こっちはここですね、ここに刺さります。ここに刺してあげて、でここも、この固定部品を使って固定してあげる。でまた17のビスで、17のビスでここを止めてあげたら、止めてあげたらここに、この ACL のシールを貼っておきます。これ多分ね、LED 発光の色が違うと思うんでね、これちゃんと間違えてないからね、この時点でもう一回確認しといた方がいいですね。この長2本が同じ長さで、これ1本だけちょっと短いっていう形になります。はい、でお次はこの接続部品、この形の接続部品を今つけた後ろのここですね、ここに取り付けて、さっきポロポロ落とすな、よいしょ、取り付けてここで固定していきます。こういう感じ、こういう感じで取り付けたら、この今つけた接続部品の上に、このクリップですね、クリップを貼り付けてあげます。これ裏側は両面テープになっているので、これを剥がして、で今つけたこの上にくっつける。一応ね、説明書的には、こっち側に空いてる方向、空いてるところが来るようにって書いてあるので、一応その通りにしておきます。で、今つけた LED を、 LED の配線をここに通して固定しておくと、こういう形。はい、そしたらこれで一旦これは置いといて、次に、こっちですね、こっちの波動光発射光、波動光発射光の方の作業をやっていきましょう。でまずここはこのパーツかな、この接続部品、この接続部品をここに取り付けてあげます。でここは130の15になってるので、こっちの長い方のシルバーのビスですね、こっちを使って止めてあげます。よいしょ、これをここにセットして、でここでビスで固定、こういう感じで、もう一個のこの接続部品を、こっちの下の方ですね、下の方にセット、どう向き、こう向きか、こう向きでセットして、でここも15を使って固定、こうね、光ファイバーがねわちゃわちゃするんで結構大変。これ今からねまとめますんで、まあ、先にまとめる作業やってあげてもいいですけどね。
こういう形、こういう形で取り付けてあげます。そしたら、次にこの大量の光ファイバーですね、大量の光ファイバーを、ひとまとめにしてあげて、この結束バンドで固定して、まとめていきます。でこの時ね、この LED の配線も絡んでくると邪魔になるので、まずこっちだけ、こっちの光ファイバーだけを結束バンドで止めてあげます。あんまりきつく締めると光ファイバーが破損しちゃったりっていうのもあるかもしれないので、まあ、動かない程度にギュッと固定したら、この余ってる部分はカット。よいしょ。よいしょ。こんな感じでまとめておきます。はい。でもこっちもちょっと邪魔だけど、まあ大丈夫でしょう。はい。そしたら次に、この、波動光発射口から出てるこの2本の LED の配線、この LED の配線に、この FR っていう、シールを貼っておきます。 FR ってどういう意味だろうな、なんか波動砲みたいなのの英語なのかな、ちょっと波動砲を英語でなんて言うかがちょっと分かんないんであれですけど、で貼ってあげる。はい、まずはこれで一旦これは終了で、次に、機種左側ですね、機種左側なのでどっちだったっけ、左ってどっちだったっけ、こっちか、この L で番号振ってるやつね、こっちの左側の方を出していきまして、で、またこのクリップですね、このクリップをこの部分、この下のこの部分ですね、ここにクリップを貼ってあげます。よいしょ、こういう感じ、こういう感じで貼ってあげたら、この DF のシール、どっちかな、ちょっと待ってよ、両方かな、ちょっと待ってくださいよ、あ、そうだな、ここの LED の配線ですね、ここの LED の配線、この DF って書いてあるやつ、これをまずここのクリップに通してあげます。このクリップに通してあげて、で次、どっちかな、こっち、このここから出てるこの DF って書いてる配線、これを、どこを通すの、ここか、よいしょ、よいしょ、この配線を、こことここを止めてるパネルの、こことここを接続してる、接続パーツの裏側を通してこっちに持ってきてあげて、でここのクリップに通しておくと。で、こっちの上側も一緒ですね、上側も、よいしょ、この接続部品の裏側を通して、他のね
この辺動くパーツがあるんで、動くパーツの邪魔にならない箇所を通す形で配線を取り回したら、ここに止めておくと。あ、ちょっと待った、今のやつはクリップに挟まないって書いてますね。ごめんなさい。今通したこの上側のやつは、クリップには通さないって書いてありますね。はい。で次に、上面仮面から出ている、GS のステッカーが貼ってある光ファイバー4本。光ファイバー4本ですね。これこれ。この ACL は無視して。この GS を4本 GS を4本、重力子スプレッド装置から出てるやつですね、この4本を、どこでまとめて、またここを結束バンドで止めておくと。 ACL はここを止めて、でまた余分な部分はカットしておくと。よいしょ。で ACL はどうやらこのまま置いとくみたいですね。よいしょ。はい。まずはこれで左側が完成。完成というか一旦これで置いておきます。で、同じことをこっちの右でもやっていきます。全く一緒かな。右の方も全く一緒なので、ちょっと右側の方は一旦飛ばします。はい、そしたら、右側の方もこれでできたので、次に、機種左右を組み合わせるっていう作業をしていくので、最初に作業したこのパーツ、このパーツを出してきて、これと、この左を合体させていきます。で、ここですね、ここで合体。でこの時光ファイバーとか、もろもろのパーツを、もろもろの配線とかをね、挟み込まないように気をつけながら、ここでネジで固定していきます。こんな感じで固定してあげたら、次に、こじかも同じように固定していきます。でかいな。あ、挟まってる。
んな感じ、こんな感じで左右が合体します。でこの時ね、締める位置によってここに隙間ができてしまうので、なるべくね左右からグッと押さえながら、ここを止めるようにしてあげるといいと思います。はい、こんな感じでつけてあげたら、次に、さっき放置しますって言ってたこの ACL、 この ACL をここで束ねてあげる、ここで束ねてあげて、でこれも、この結束バンド、結束バンドを使って固定してあげます。で余った部分はカット。よし、今度は ACL4 本ですね。 ACL4 本を、カットしてあげます。まとめてあげます。でそしたら、この配線を後ろに持ってきておいて、特にねクリップに通せっていう指示は書いてないんで、まあ、後ろに回しておいて、で上にこのパーツを乗せてあげます。これを乗せてあげたら、ここ6箇所をここの6箇所をまた、17のビスですねを使って止めていきます。よいしょ。でここもね、はい、光ファイバー挟まないように気をつけながら、止めしていくんですが、ここがねネジの受けの方がちょっと弱いな、これからね、今こう軽く締めただけでもここちょっと軽く舐めちゃったんですよね。ただ穴が開いてるだけで、多分穴の下穴のサイズがちょっと適切じゃないんでしょうね。だから、ここ舐めないようにね気をつけて締めてあげましょう。もう締め込んでいってクッと止まったら、もうそこで止めておいた方がいいと思いますね。それ以上締めるとずるっと、もうここダメ、ここ舐めちゃった、舐めちゃった場合はね、不安なようであれば多分上から瞬着、一回これネジ外してネジ穴の中に瞬着流し込んで、でネジ締めしてあげると、割とそれで止まってくれるんですけど、多分でもここって上から乾板が乗ってビスで固定って形になると思うんで、まあまあ大丈夫でしょう。よいしょ、はい、こんな感じで6箇所固定したら、あとここの真ん中ですね、ここの真ん中、ここも、17のビスで固定、あ、下から入ってるネジ穴がここに来てるのか、よいしょ、とここですね、ここで固定されるって感じですね。はい、これで、ぐるっと一周つながったので、次にこの先っぽに、さっきの波動砲発射口ですね、これを接続してあげます。で、この配線類と光ファイバーね、この辺を、この真ん中を通してあげて後ろ側に持ってきてあげる。よいしょ、通す場所が、1個ずつね落ち着いてやってった方が良さそう。
と、あとこれですね。よし、これで通してあげると。で、ここが通ったら、ここになんかクリップにはめ込むって書いてあるんですけど、先にね、ある程度ビスで固定してあげた方がいいと思うので、このタッピングビスですね、黒いタッピングビス、この接続部品がブラなので、タッピングビスになってるので、これを使ってまずこの上の2箇所、こことここで、ここもなるべく隙間ができないようにギュッと押さえながら、ごめんなさい、手でちょっと隠れてた。よいしょ、締めてあげる。で、裏側も、ここに1箇所ですね、はい、こういう形で、前後をちょっと隙間空いたな、立てよ、よいしょ、あ、そうか、まだ中から止めるんだ、3箇所止めてあげたら、さっきの、FR のステッカーが貼ってある、発射口、波動砲発射口の配線ですね、これを、2本まとめて、真ん中のクリップに通しておいてあげます。よいしょ、こうですね、ここに通しておいてあげます。はい、で、次に、あとこの左右を止めるんですけど、ここを止めるときに、かなり長いプラスドライバーが必要になります。前回の動画のコメント欄でね、コメント欄で視聴者さんの方がコメントしてくれてたんですけど、ここの長さを貫通するだけの長さのドライバーがいるので、このヤマトに付属してたドライバーだとおそらく長さが足りなくなります。なので、こういうちょっと長いね、ここにネジの取り付けがあるんで、こんだけの長さがあるドライバーを用意しておいてあげた方がいいですね。で、ここがかなり奥まった箇所、かつほぼ見えないので、もうね、慎重に通して、固定してあげます。かなり奥まった位置にビスを入れないとダメなので、このドライバーの先っぽにね、磁力がついてないと、作業的にかなり難しくなってしまうので、この軸のところにね、しばらく磁石を貼っつけとくとか、あと、その工具でその磁力を帯びさせる工具っていうのも売ってるので、そんなんを使ってね、このドライバーに磁力を帯びさせておいてあげると作業がしやすくなると思います。はい、こんな感じ。これで一応今回の作業は終了になります。これでね、艦首周りが、艦首というか波動砲周りかな、
波動砲とその艦首周り周辺のパーツが全部組み上がりましたので、今回の作業はここまでになります。はい、で次、131号次の号では、安定翼の組み立て左っていうことになるので、ちょっと艦首は一旦これで、お休みになって、次この後ろですねの方の作業、でもちょっと待てよ、安定翼っていうとこの後ろにここにつくやつかな、ここにつく安定翼になるのかな、になると思うんですが、また違うところの作業をやっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。